てもなんか出さなさそうな気はしますけれども、なんとポチ選手はベレスですよ。ポチ感といえば DDL、 なんか HSK の DLC 出る気がなんかなんだかんだ似通ってるんで、毎回テリーだったりパックンだったり DLC を引っ掛けてちゃんと勝ってるあたり、彼の仕上げるスピードの速さがいかにすごいかというか、ポチさん、まあ、ベレスもなんか配信から、まあ、2、3週間で経って若干キャラ強化を落ち着いてるし、まあ、強い人はしっかりちゃんと強いって言って、はい、まあ、使う人は限られてるし、さあ、ベスマッシュ空号ベレスというキャラクター、まあ、足は遅いんですけども、やっぱこの空中前空号を各強攻撃のリーチがまじ凄まじいなと、そしてそうですね、リターンが結構高めの技が多くて、勝ち前というとこのこの NB 弓を引くモーションですね。これがシールドおよびジャンプでキャンセルできるので、はい、これに対して相手に揺さぶりをかけながら相手を浮かしていきます。さあ着地に対して横スマッシュ。おお、ノーノーノー、ああ、キー、ああ、アイドンプレイカウン、そうです。おさあ、しまし、まあ、今危なかったです。さあ、出てき、まあ、キロールかな、わあ、すごい、くるくるしているくるくるしている。ベレス崖上がりがありますね。いやー、これはこれはしっかり振った、うまいヒモヘビー。まあ、ベレス言ってしまえばピョンピョンしてるだけで強いのは、はい、もあ、さあこれ空後メテオからの空中上でバース張ってバースと、さあここのさあうまい、ここで崖上がりヒモヘビー復帰に対してクマ合わせていくつい、もう肉ったら復帰で逆にもうやられてましたって言ったらおかしくない展開だったんですけど、はい、さあ空N から空前で飛んだところを見てから空で弾き返していく。いやーすごい仕上がってますね、ポチベレス。こんな DLC 仕上げ職人といえばポチ。ポチ、はい、間違いない。まあ言う。そうですね。こちら君的にはこのカードどういう風に発見が、まあ一つ見えて、まあダミー的にはまあ試合の理解していったところだと思う。お互いやはり展開取った時の流れですかね。あー、なるほど。おそらくあのベレスもそんなにね復帰強くないので、復帰はそうです、長いか、こと上手い、上手いですね。シュモリヒを彷彿とさせる空前、いや弓のやはりモーション見せてからこういう風に動くんですよね。いやまあどうせキャンセルしてくるんだろうっていうのはこちらも分かってるんですけど、なんかじゃあどうしてるかっていうのもなかなか難しい。そうですね、ガードしてもいいことないですからね。そうですね、やっぱり強いのはリンクとかよりは硬直、ガード硬直が大きいっていうのが、さあ、さあ空の空 N から DA からこれは、おっと、これは上にメテオ、メテオ、ここまで計算したのかたまたまだったのか、いきなりメテオ素晴らしいバースト、おめとったのはポチベレス、すごいですね今の、いやすごかったですね今のは、結局なんか桜井大先生が、はい、まあ、キャラ紹介 PV とかでやって、はい、いやこれおかしいだろって言われながら実感で見てみたらまあ意外とそんな当たるわけでもなかった。そうですね、が今炸裂し、炸裂し、なんか俺こっちは普通にやっちゃったかなと思ったら、あ、避けれない崖メテオみたいな感じですね、あれはもはや。いや復帰阻止しに行きたかった展開ではあったんですけどね、博多周りか。そうですね、といえばまあスパイア復帰なんです。はい、さあ2戦目選ばれたのは同じく終点、終点、まあ、博多町さん得意な戦場を嫌っての戦場版だったんでしょうか。さあ、まあ、これルーザーズでした。ルーザーズの名前、まあ、見ていきましょう。では1本目を受け、1本目の試合の結果を受けてこの2人どういう風に、さあクエヌからクマへ崖の展開は、おっとこれは2回目の崖つかまり、しっかりジャンプ伸ばしている、素晴らしくうまい、はい、復帰ルート細いところを通していきましたね。これしかないっていうのをしっかりとしてきました。さあ弱で暴れて弱感で飛ばしていく、さあジャンプを使ってしまった、ね、これそうですね、ダメージ安定持続、はい、最強の空上、もうフォークラウドを彷彿とさせるような、僕もマステボンの仕事もDLC クーエ、DLC クーエ、さあ下強からクーエ繋げていく、これは根元だったか、おっとこれはまあ今の難しいですけど、回避しても回避見られてくる前とかもあるんで、そうですね。さあ振り向き掴みから展開を持って、あっとこれはやってしまったか、また2人時間をかけたが動けないところに、これは厳しいか、あ
さすがに掴めない。命がたゆんでしまって、もしくは復帰できず、一つのミスが命取りになります。さあ、駆け上がりから跳ねる、確か空上の空前、まあ、パクってないにしても狙って、これは一気に勝負決めに行ったか。さあ、崖の攻防目まぐるしいですね。さあ、一気に勝負決めに行ったものは新しく、今攻撃上がりしてしまったという感じでしょうか。はい、今回確率を選択。さあ、EA もなんだかんだピックへの差し込みに対して攻撃で暴れて、すごい下気は一部会話ではこれスニークじゃんみたいな。さあ、クールしたらしっかりガードしって前へ投げて出して、さあ、LB 見せていく。さあ、これはヒモヘビミスったところ、さあ、これちょっと開けていく、クールで飛ばしてヒモヘビに対して反撃がしっかり取っている。おー、すごい。あーっと、これやってしまったか。オートゲームはポチ。これはブックギガー連打が早い。さあ、後ろ投げ安定に回っているが、ここは一気に勝負。これはしっかり我慢して、お互いに読み合い、しっかり暴れて、なんとか復帰していく。なんとか復帰してきました。これお互いからクリームで飛ばして、まあクリーム自体にはバース力自体はないので、はい、しかしランニングフォースがね、おっと DA、 これ先端だと結構飛ぶんですよね。いきなりノーモーションに近い感じでヌッて出てきて、はい、ポンと。さあ、高田も選手を追い詰められたが、急車で暴れる。これ下手して割れるんじゃないですか。猛烈なシルド削りが、空下、そして下スマですか、シルド削りが。さあ、空前へクリティカル、クリティカルではなく打ってしまったところにしっかり空前を打って、ここぞという場面です。さあ、このクエル、やはりさあ、これ大丈夫か。クエル、クエル前、クエルはしっかり引きながら打ってる。さあ、これで天気が変わり始めたか。 BA で飛ばして、クエルまで逆、すごい、クエル前、クエル前、すごいですね、これ一気に勝負決めたのはポッチ選手。いや、とんでもない夢手を最後に決めていきました。猛烈なパワーですね、あれダンクです。